はい、それでは皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。 YouTube チャンネル、はい、タイ骨のお時間でございます。私、ピロンピロン下里です。私、インスタグラムをやっておりまして、そのインスタグラムにですね、アンケートの機能があるんですよ。そのアンケートの機能で以前ちょっとフォロワーさんに質問させていただきました。どういう質問をしたかというと、幼い頃の認識、どういう質問かと言いますと、こちらの質問をさせていただきました。まあ、幼い頃の認識、子供ならではの間違った認識、どういうのがありますかと、小さい頃どう思ってましたかという質問をさせていただきました。これをですね、今日は、いくつか紹介していきたいなと思っております。いきますね。ちょっともう名前は伏せます。ちょっとアカウント名とか伏せさせていただきます。まずはこちら。海外は全部アメリカだと思っていた。なんとなくわかる。これは海外は全部アメリカだと思っていた。なんか海外イコールアメリカ見たら広大ななんかイメージはありますよね。わかります、わかります。続きまして、車から外を見ていたら星とか月が追いかけていると思っていた。これもわかりますね。幼いならではですね。僕もなんかずっと追っかけられてる気がして、車もっと飛ばせやってめっちゃ思ってた記憶がございます。これもいいですね。続きまして、鳩の鳴き声に誰も反応しなくて自分しか聞こえていないと思っていた。鳩の鳴き声に周りが何の反応もしないから、鳩の鳴き声って自分しか聞こえてないんだと思ってたってことか。すごい。これは僕の感覚では、子供の頃の感覚ではありませんでした。面白い。さあ、続きまして、キスをするだけで子供ができると思っていた。ああ、まあこれは、まあどのご家庭もきっと、どのご家庭でもというわけではないか。まあコウノトリが運んでくる的な。でもキスをするだけで子供ができるっていうのも教えてたところはある気はしますね。実際はね、結構やらないとできないんですけど、本当に。ある程度ね、やらないと。やったからってできない時もあるしね。続きまして、大人になったら必ず、できると思っていた。ほほほほほほ。これは面白いですね。なんかわかる。でもマジで大人になったら絶対できると思ってた。けど意外とできないということを知った。うん。確かにわかる、これは。OK、これここクイズにしよう。バラ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 ってやってクイズにしましょうね、こっちはね。さあ、大人になったら必ず何ができると思ってたか。これはちょっと皆様もできればこの段階で一旦コメント欄に書いてもらって、その最後の正解が出た時に、おー違ってたんかいという、またコメントも残してくれたら面白い、楽しめるんじゃないですか。嘘はダメですよ。嘘ついたらダメですよ。続きまして、シンという名の父が、もしもしシンだけどと電話しているのを聞いて、父は殺し屋だと思っていた。いいですね、いいですね。シンという名の父が、もしもし、シンだけど、と電話してるのを聞いて、父親、殺し屋なんだって思ってたということですね。これは、この方、シンという家庭の子供ならではのことかもしれないですね。いいな、面白い、いいな。こういうの欲しかったな、自分も。続きまして、テレビの中に小人がいると思っていた。まあね、小さいのが動いてますからね。ちなみに僕はなんですけれども、小さい時、幼い頃、テレビの中の、人物が亡くなるじゃないですか。例えば、ザク殺されて、みたいな。亡くなったりとかした時に、まあサスペンスとかですね。そういうのを見た時に、もう本当にもう悲しくて、この人死んじまったよと思ってて、ただ別のドラマに出た時に、なんで？ねえ、なんで？お母さん、なんで？この人この前死んだのになんで？っていうのはめっちゃ聞いてた記憶があります。でも母親も多分説明できなかったんでしょうね。なんて説明されたかも覚えてないし。まあまあまあ、とりあえず僕はめちゃくちゃ聞いてました。なんで、あの時死んだのに生きてるの？ねえ、お母さん見て。なんで生きてるの？めっちゃやってた記憶が。続きまして、これも夜の感じですかね。お父さんとお母さんは普通に裸でマッサージすると思っていた。そうか、僕そういうの見たことないんだよな、両親の。ああ、そうや、父親いなかったや。
父親がいなかったんや。そうだそう。だから見たことないんだ。あっぶね。続きまして、吹き替えの外国人を見て、日本語うまいなぁと思っていた。吹き替えだっていうのがわからなかったのは、この人たちが本当に喋ってると思ってたんだ。これは本当に子供ならではかもしれないですね。映画の知識とか、ドラマの知識が。ないうちはこういうご認識をしてしまうのか、可愛いですね。続きまして。かぼちゃはお茶だと思っていた。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃ。いいなぁ、こういうの欲しかったなぁ。なんで思いつかなかったんだろうなぁと。自分をね、本当にね、責めたくなりますよね、これはね。そっか、かぼちゃ。かぼちゃというお茶だと思ってたんだ。でも、かぼちゃ。かぼちゃ。お茶。うん。まあ、どうでもいいでしょう。今のイントネーションはどうでもいいでしょう。このうちのあんなまりは消せないからさ。続いてこれ僕の認識ですね。私の認識です。ポンコチンの皮は、ポンコチンの皮は、ハサミで切っても痛くないと思っていた。That's right. わ、これみんな誰か共感できる人いないから、僕、小さい頃、お風呂場で自分のポンコチンの皮引っ張って、ハサミで一回切ろうとして、でもちょっと待ってよ。皮切るのって、お母さんの許可必要かもしれんな。そう思って、お風呂場から、お母さん、お母さん、お母さん、チンチンの皮切っていい？いいやー。本当にすごい母親よね。あの時もし万が一僕が躊躇せずに切ってたら大事故ですからね。大流血、大事故よ。いい？いいやー。今考えたら恐ろしいな。さあ。まだまだたくさんあるんですけれども、ちょっと今回はここぐらいまでにしておきますかね。さあ、先ほどのクイズの正解を発表させていただきたいと思います。大人になったら必ず〇〇できると思っていた。こちらの正解は、大人になったら必ず結婚できると思っていた。正解したあなたには、拍手を送りたいと思います。そして、残念ながら間違ったという方、下ネタに走ってしまった方、拍手を送りたいと思います。皆様素晴らしい。答えることができた。それだけでも素晴らしい。考えることができた。それだけでも素晴らしい。人間素晴らしい。はい。ということで紹介させていただきましたけれども、皆様も何かですね、幼い頃の私、こういう認識がありました。僕、私、こういう認識でした。というのがあれば、ぜひともコメント欄にですね、書いていただけたら、またそれも紹介できたら紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。はい。ということで、本日のですね、動画が良かったなと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、シェア、鈴マークとか、いろいろね、やっていただけたら嬉しいです。で、毎月第4土曜日にですね、私、オリジンコーポレーションという事務所に所属しているんですけれども、こちらの定期ライブに出演しておりますので、こちらも概要欄に詳細がございますので、ぜひ見に来ていただけたら非常に嬉しいです。もしかするとちょっと放送するタイミングではもう終わってるかもしれないんですが、10月の22日日曜日に M1 グランプリの2回戦に出演いたします。これが東京の浅草にあります、雷ゴロゴロ会館というところでありますので、ぜひ M1 のホームページ検索していただいて、なんかごめんねというトリオでやらさせてもらいますので、今回、そちらも応援に来ていただけたら嬉しいです。で、結果、2回戦通って3回戦まで行ってたら、この放送時にね、それもチェックしていただいて、見に来ていただけたら、応援しに来ていただけたら非常に嬉しいです。もう本当にね、心細いのでね、あちらでね。はい、ということで本日は以上でございます。また見てねー。